さあ、本番前に、激辛を食べようシリーズ。まあその時間がないからね、もう YouTube も撮る時間がちょっとこの合間しかなくて、ちょっと本番がもう始まるんです。今日は有吉クイズ3本撮り、もう食べとかないと体力が持たないということで、ちょっとどうせならということで、今回はパンチョの旨辛ナポリタン、これのちょっと辛さ多めというか強めですかね。結構辛い。そしてタバスコをさらにここにかけていきます。さあ、うわすごい香り。さあ今日も3本撮りよろしくお願いします。有吉クイズはね、めちゃくちゃ結構大事な番組とか、お笑い純度 100% のめちゃくちゃワクワクする、まあ何より有吉さんとね一緒に仕事できるという貴重な番組なので、ちょっと気合を入れないと。いただきます。うん、おお、辛っ。ふう、あ、辛いわ、普通に。うわ、うまそう。いや、このうま辛ナポリタン、辛くてこのチーズでマイルドにね、ちょっとするナポリタンめっちゃ好きやわ。ナポリタン一番好きかも、このパスタ類で。ペペロンチーノも好きですけど。うん。辛っ。なんで俺本番前に激辛食うてんねん。まあこれうま辛ぐらいですかね。うん、これ辛いの苦手な人も食べれる。うん、パンチョうまっ。いや、ここうまいねんな。久しぶりに食べましたけど、やっぱナポリタンやったらここが一番好きですね。まあ五右衛門もうまいですけどね。まあ五右衛門はあの小籔さんもすごい推してるタコのペペロンチーノがやっぱ一番うまいな。辛っ。卵とチーズでだいぶ軽減されてますから、あ、でも辛いわ。おお、唐辛子が効いてます。おお、うん、おいしい。でも、うん、テレビの本番前に激辛食うやついないんで。
タバスコんとこやばい。うん、皆さん、パンチョのナポリタンおすすめ、おいしい。辛、楽屋で激辛シリーズ、ええな、これ気合入るわ。今からやるぞって脳みそ起きますね。うん、おいしい。じゃあちょっと粉チーズかけたいと思います。結構辛いの得意なんですけどね。これちょっとまあ10段階で言うとまあほんま6ぐらいちょうどいい感じので、チーズと卵でかなりマイルドにしないとちょっと辛いかも。うまそう。匂いすごいな。これやばい。みちょぱにくっさーって言われるかも。これ粉チーズ楽屋来られたないの。いただきます。うん、うん、オッケー。ちょっと合間に食べますか、これ2本目と3本目のね、ちょっと時間が。じゃあ有吉クイズ行ってきます。イニミニレカピカレイライオニメカチカロリパパランパンプッシュ。